こんにちは。今日はですね、こんにちはという相方がちょっといないんで、まあ一人で動画を撮りたいと思います。よろしくお願いします。それと、いつもダラダラとこう3連戦を振り返ってるんですが、その3連戦の中で印象に残ったことをピックアップしたい選手、そういった人をちょっと挙げていきたいと思います。それでは3連戦の振り返り、巨人、中日、中日の2勝連勝です。で、 DeNA、ヤクルト、2勝1敗 DeNA がカード勝ち越し、阪神、広島、2戦目がですね、雨で中止になったので阪神の2勝楽天、ロッテ、2勝1敗日本ハム、西武1勝1敗まあ3戦目はですね、このコロナで、ちょっと中止になったので、まあ2連戦ということでした。そしてオリックス、ソフトバンク、2勝1敗でオリックスのカード勝ち越しということで、印象に残ったのはこの中でその柳、まあ中日の柳ですね。巨人打線が非常に当たってたこともあり、すごく注目したんですけども、まあ、とにかくまっすぐのキレがいいということ、それとその抜けるボール、それも素晴らしかった。そして縦に割れるカーブ、そういったものも素晴らしかったですね。7回を113球4安打9三振で3四球ですか、3四球もですね、まあ、柳というのはそんなに出すピッチャーではない、フォアボールを出すピッチャーではない、非常にコントロールのいいピッチャーなんですが、なんか避けて通ってる、このバッターは当たってる、このバッターは投げにくいから、まあ歩かしててもいいやっていうような、なんか計算されてるフォアボールにすごく感じました。そしてセ・リーグナンバーワンの奪三振、今のところですね、47個、まあ2位の今、まあ2位が巨人の今村なんですけども、35個ですか。三振もそうですね、ストレートだったら140ちょっとぐらいしか超えないんですけど、やっぱりコントロールとボールのキレ、多彩な変化球、これで三振の山を築いていってるという。同僚の大野が29個に対して47個ですから、まあ、相当三振奪取率が高いということですよね。非常になんかすご素晴らしい安定感を感じました。今後の期待ということを考えるとですね、ああいうそんなにパワーピッチャーじゃない投手が奪三振を重ねていく、これタイトルでも取ると、やっぱりピッチャーは速いだけではない、やっぱコントロールがすごく大切だなっていうことをなんか示してくれるようで、今後もその柳の三振ということには注目をしていきたいなということを感じました。で、 DeNA とヤクルト、金久保というヤクルトの選手、これも魅力ありますね。トミー・ジョンの手術を若い時に受けてるんですけども、まあ今現在も若いんですけどね、だけどその懐に突っ込んでいく度胸というか、まあ球のキレ、速さ、そういったことも含めても素晴らしいんですけども、6回を106球5安打6奪三振1四球という、だからボールにものすごく力がありましたね。ですから見ていてこう向かっていく気持ちが気持ちいいというか、まあそういうピッチャーってなかなかいない。まあ例えばかわしてかわしてっていうピッチャーも、それもまあピッチングなんですけど、だけど金久保を見てるとなんかこう向かっていくというね、まあピッチャーらしい体型もしてますし、なんか今後もなんか注目していきたいなという、まあ、ピッチャーの一人ですね。で、パ・リーグの方はですね、まあ、楽天、ロッテ、楽天が早川、ロッテが鈴木翔太、まあ、ドラフト1位同士の投げ合い、まあ、早川は早稲田、鈴木は法政ということで、まあ、なんか6大学を見ているような感じになったんですけど、この投げ合いはですね、お互い勝敗はつかなかったんですね。でお互い打たれて降板したという戦いだったんですけども、まあ、非常になんかこう私の中ではなんかこう楽しく見れた。だから今後そのプロ野球をこういう2人が支えていくのかなっていうような、まあそんな気もしましたし、まあ、早川のピッチングなんですけども、藤岡、柿沼に連打されて、
まあ下位2人に連打されるということは、まあ、上位に戻ってきて、まあ、大量点になるところなんですね。まあ、そこを荻野を迎えた時に低いチェンジアップで引っ掛けさせてサードゴロゲッツを取ったピッチングなんていうのは、まあ本当にルーキーなのかなっていうような感じもしましたし、まあ素晴らしいなっていうふうに思いました。で、鈴木翔太の方が先に点をもらったんですね。1点先取をした次の楽天の攻撃の時に、まあ、3点を取って降板するんですけども、やっぱ相手が早川、だいぶ意識したんでしょうね。点を取ってもらってから非常に力みもありましたし、その日スライダーがあんまり良くなかったのを2人の打者に連打されるという、まあ、辰巳とですね岡島に打たれるんですけども、まあここら辺正捕手の田村だったらどういうリードをしたかなっていうような、よくこう感じるようなちょっとシーンだったですね。でもなんかこう若いピッチャーが投げ合うというのはすごく楽しく見れました。で、そうですね、まあなんといっても話さなきゃいけないのは阪神の佐藤、プロに入って初めて4番サードを任されて、まあ結果から言うと5打点という、内訳はですね、まあ、先発野村のチェンジアップをノーアウト満塁から、まあ、捉えて満塁ホームラン、逆転の満塁ホームランということ、エルニエル、まあ、これもノーアウト満塁だったんですけども、まあ、ストレート157キロぐらいだったですかね、まあ、それをレフト前に打ち返して、まあ、5打点ということなんですけども、まあ、やっぱり衝撃だったですよね。それなぜかというと、その満塁というのはピッチャーにとってもストライクで勝負をしなきゃいけないような状況なんですね。両方ともそういう時にはやっぱストライクで捉え、ストライクで勝負をしてくると、もうある程度はやっぱ的確に捉えてくるなという印象が残りました。まあ、それとこう内容結果というよりも、その4番を任されてこういう仕事ができるということがやっぱすごいなという。でサードの守備もですね無難にこなし、まあ、反応も良かったですし、まあ言うことはないなという。で大山もベンチでマスクしながら佐藤の活躍を手をたたいて、笑ってましたけども、これは本当にうかうかできないような状況で、これ大丈夫かなって、大山大丈夫かなって。でも、まあ、佐藤というのはですね、まあ、それだけの器を感じさせてくれるやっぱ男だなということ、それと無観客で行われたんですけども、これが無観客じゃなかったら良かったなっていうふうにも感じましたしね、ファンの皆さんにこう見てもらいたかったなっていうふうに思いますね。ですからテレビで見られた人はいいですけども、まあ生でああいう姿をファンの方には見てほしかったなっていうふうに思います。まあ今後も4番サード佐藤、なんか本当に近い将来はそうなってくるのかなという、まあこの活躍で、まあ、外す理由もないんですけども、まあ大山をどうやって使っていくのかっていうね、まあ阪神のその競争も激しくなるなというね、まあそんな感じがしました。で次のカードなんですけども、ヤクルト阪神、まあこれ1試合お休みなんですけども、まあ打線が好調な阪神、ヤクルトの投手陣がちょっと疲れてます。ですから、まあ、ここら辺ヤクルトが非常に頑張ってきただけに踏ん張りどころが来たなっていう風に感じてます。で阪神は好調を維持できるか、また4番サード佐藤をどうするのか、まあこの次の3連戦は、まあ2連戦になっちゃうのかな、見ものですね。で中日 DeNA、 まあ両チームとも上がり調子です。だからここに来て本当に上がるのはどっちのチームだという、ここで連勝でもしていけばぐっと上がっていくでしょうし、ここでも例えば DeNA が負けるとですね、まあ、また苦しい状態に入ってくるという。だからこの中日 DeNA は明日からですかね、ちょっと大変な試合になるなというふうに、こう肝を据えて戦わなきゃいけないカードになるなというふうに思ってます。で広島巨人、4連敗と連敗してる両チーム、まあ、どっちが抜けるか、まあ、中日DeNA とは逆にですね、まあ、抜けた方がもう一度勢いを取り戻すでしょうし、ここは本当に負けられない戦いがあるなっていうふうに、まあ、感じます。で西武オリックス、ソフトバンクにこう勝ち越し、カード勝ち越ししてるオリックスと、増田の状態が悪い、まあ、昨年負けなかったんですけど増田っていうのは、
セーブ失敗がなかったんですけども、今年に入ってちょっと陰りが見えるという、まあそういうところから、こうオリックスって大体終盤の戦い方が多いんですよね。ただ終盤にゲームがよく動くことがある、まあ、それだけに西武の平はいいんですけど、増田がですねちょっと調子を崩しているのが、まあ、心配だということですね。でソフトバンク楽天、ソフトバンクの投手陣が非常に苦しいです、森が抹消された、岩崎が打たれた、抑えはモイネロになるのか、まあいろいろ台所が非常にソフトバンクにしては苦しい状況にありますね。楽天は非常にこう淡々とこうゲームを進めながら、投手陣を中心にチームがまとまってます。まあソフトバンクはここら辺で踏ん張れるかどうか、まあ楽天が勢いよく突き放せるかどうか、まあこのカードも非常に、楽しみです。まあ、以上なんですけども、ゴールデンウィーク中ですね、まあ、移動だとかいろいろあって非常に疲れる時期に来てるんですね。だからまあ選手の皆さんは故障しないで、コロナにやっぱり感染しないように努力をする、そしてファンの方にいい試合を見せてくれると嬉しいです。また次回3連戦を振り返ります。